バルブと聞いて何をイメージしますか？気体や液体を流す、止める、コントロールする。それがバルブの役割です。1959年、バルブをはじめとする流体制御機器の部品製造から、私たち高砂電気工業はスタートしました。硫黄、環境分析をはじめとするさまざまな分野の製作を、世界中のお客様からのリクエストを受け、試行錯誤を繰り返し、これまでに世界の50カ国以上、延べ1万機種以上のカスタムメイド製品を製作してきました。また人類が直面するであろう課題に対し、これまで培った流体制御技術を応用し、イノベーションを起こしていくことも私たちのミッションです。その役割を担うため、2020年には社内カンパニーとして未来創造カンパニーがスタートしました。農業や産業に活用できるドローン、培養肉や小型の植物工場など食料生産のイノベーション、家や僻地でも受けられるリモート医療、地球外への移住を目指す研究にも貢献できることが多くあります。今日とは違う未来を作る世界中のイノベーターたちの夢の実現をサポートします。流れを作る、未来を作る。高砂電気工業。